ピンク、ラテ、ティー、リー、始まるよー。イエーイ。はい、ということで、今日の企画は、セリのナイトルーティンです。イエーイ。今日はナイトルーティーンを紹介していくんですけど、今レッスンがあって帰ってきたんですけど、これからお風呂に入ってスキンケアとか紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、では早速お風呂に入っていきます。バイバーイ。はい、今お風呂から上がってきました。まずスキンケアを紹介していきたいと思います。まず前髪をピンで留めます。ほとんど化粧水は無印で揃えてるんですけど、最初に導入化粧水を使います。これをすることによってすごく浸透されやすいので、すごいおすすめです。はい、次はクリアケア化粧水を使います。これも無印のです。この化粧水は結構昔から使っててすごいお気に入りです。次はパックをします。パックは毛穴なでしこのお米マスクを使ってます。これはすごいおすすめです。はい、パックを貼ります。ちょっとこのパック大きくて貼るの下手くそなんですけど、気にしないでください。ちなみにこのパックも持ってるんですけど、このチューブ型の洗い流すタイプのパックも持ってて、これもすごいおすすめです。はい、この状態で5分から10分ぐらい待ちます。この前このパックつけたものを小顔マッサージしたら、ここ全部破れちゃったんですよ。だから皆さんも気をつけてください。そろそろ剥がしまーす。で、このパックを剥がしたタイミングでフォアマッサージをします。フォアマッサージしたらしっかり流します。前髪を留める向きをこっちに変えます。こっちばっかりで留めてたら癖で、こうやってムラムラになっちゃうので、時間を置いたらこっち向きに変えてまっすぐになるようにします。で、最後に無印の敏感肌用の薬用美白美容液、これを塗ります。はい、スキンケアはこんな感じになります。次は髪の毛をしていきます。まず髪の毛をくしで取ります。で、今から髪の毛をパーカしていくんですけど、 C は髪の毛の量が多いので、しっかり拭いてからドライヤーで乾かすようにしてます。ちゃんと拭かないと時間かかっちゃうので、しっかり髪の毛を拭きます。ドライヤーで乾かす前に無印のヘアセラム、これを塗ってから乾かします。で、これは毛先を中心に塗ります。手に余ったオイルで前髪もちょっとだけ塗ります。はい、乾かしていきます。ドライヤーはサロニアの黒のドライヤーを使ってます。最初は温風で乾くまで乾かすんですけど、最後に冷風で乾かすのがポイントです。乾かしていきます。クシと手を使って乾かします。はい、だいたい乾き終わったので、最後はクシで解きます。毛の量も多いし、髪の毛の長さも結構長いので、毎日時間かかってるんですけど、こ
こんな感じで乾きました。はい、では髪の毛が乾き終わったので場所を移動して足のマッサージを紹介します。バイバーイ。はい、今場所を移動してベッドに来たんですけど、今から足のマッサージを紹介していきます。まず使うボディクリームはジョイソンボディケアエクストラケアアロマミルクローズとジャスミンの香り、これを使います。3種類ぐらいあると思うんですけど、セリはこの匂いが好きなので黄色いやつを使ってます。では早速やっていきます。クリームをちょうどいいぐらいの量に、多分こんぐらいです、こんぐらい出して足に塗ります。塗り終わったらグーの手にして下から上に持ち上げるようにマッサージします。反対も同じようにグーの手でやります。疲れが溜まった時とか足のマッサージをすると次の日すごいむくみが取れて足の調子が全然違うので、ぜひやってみてください。でグーの手が終わったら普通に足を持ちながら下から上にこんな感じ、ふくらはぎじゃないところもほぐしながらやります。はい、だいたいこんな感じで足のマッサージの終わりです。ちょっとやるだけでも全然違うのでぜひ真似してみてください。はい、ということでセリのナイトルーティンはこんな感じです。皆さんどうでしたか？初めての一人の企画ですごい緊張したんですけど、いつものセリのナイトルーティンをお届けできたかなって思います。ぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。おやすみなさい。